ホーム東青森駅は、青森県青森市大技古建にある、青い森鉄道、日本貨物鉄道青い森鉄道線の駅である。東日本旅客鉄道においては、新青森駅から分岐し、青森信号場にて青い森鉄道線と合流する、大雨本線貨物支線の陶器場の終点としても、扱われており、当駅前後の区間が青い森鉄道に移管されて、以降も同様である。 ただし、JR 東日本の駅としては形状されていない。当駅の開業は、青森市街地を横切っていた東北本線の南側への大幅なルート変更に伴うもので、以前の東北本線ルートに設置されていた涙駅に変わるものとして設置された。当時は、周辺は、田園風景が広がる農村部だった。当初計画では、貨物駅となるところであったが、 地域住民の要望により旅客も扱う一般駅として開業した。開業当時から長らくは直営駅で待合所にはキオスクなどの設備もあった。島式ホーム一面二線を持つ地上駅。ホームは北側から一番線、二番線となっており、一番線に上り、列車が二番線に下り、列車が停車する。ホームのない全路も多数存在し、 線名は、北側から、上り3番線、上り2番線、上り本線、中線、中2番線、下り本線となっている。2番線は、下りの対比線も兼ねている。ホームのない3線は、主に貨物列車の着発線として、使用される。青い森鉄道は、青森駅管理課の無人駅。また、平日は、朝のラッシュ時に、浅虫温泉駅の係員が配置され、 修札や除雪、清掃業務を行っているほか、夕方の青森方面の一部列車は、青森駅所属のアテンダントが乗車し、修札を行う。南北自由通路、東リ瀬ンセ橋で駅北側にある駅舎と駅の南側を自由に往来できる。急湖線橋の一部を用いて、待合所が設置され、タッチパネル式自動券売機が設置されている。ホームにも待合所が設置されている。 トイレについては、JR 貨物青森営業支店の建物1階のトイレを利用する様に案内している。JR 貨物の駅は、旅客駅の北側にあり、2面4線のコンテナホームを持つ。営業窓口の JR 貨物青森営業支店が置かれている。駅長、助役配置駅。かつては、現在よりも広い構内を有していたが、整理され、跡地には、 東青森ステーションショッピングセンターが建設されている。駅の東側にある住友大阪セメント東青森サービスステーションへ続く専用線も存在したが、すでに廃止されている。東北本線の経営間、北海道新幹線開通に伴い、北海道直通貨物列車は当駅で、機関車交換を行うものが増加し、校内に 電気機関車の仕業検査庫が設置された。2008年3月から30フィートタンクコンテナによる液化天然ガス輸送が開始された。荷主は東北電力グループの東北天然ガスで、鉄道輸送区間は新潟貨物ターミナル駅から東駅まで。LNG は新潟東港に位置する日本海 LNG 新潟基地から弘前市のガス事業者である。 広崎ガスへ輸送される。2009年春からは、輸送先に青森ガスが追加されている。当駅に停車する、貨物列車は高速貨物列車のみである。定期列車としては、下り列車が1日6本、上り列車が7本停車するが、下り2本上り1本が当駅終着で、上り2本が当駅始発となっている。これらに加えて、大宇本線方面から、 海峡線方面へ直通する列車が片道一本のみ停車する。列車の行き先は、下りが札幌貨物ターミナル駅など、上りが仙台貨物ターミナル駅、隅田川駅、東京貨物ターミナル駅、下だら貨物ターミナル駅などである。南側は、新興住宅地、少し離れて、郊外型店舗が並ぶ、商店街で、北側は、倉庫等が多いが、 最近は商店が立地している。ありがとうございます。